GM チャンネルスタッフ、あけましておめでとうございます。今回担当するのはゴエモンとミヤコと山田と藤原とペパミントおいちゃんとクリちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで今回は年末のオールスター感謝ガチャ結果報告でございます。ということでですね、今回7名様にお集まりいただきまして、合計140連でございます。いや我々にはとても珍しい形ですね。珍しい。はい。うん。うん。なんか無言率が高い。静か。僕もあたふたしますけど、何の番なんだから、あんたが喋ってくれ。回します。参りますみたいなね。はい、再生ボタン押せや。最後。クリさんからですね。これは僕らがね、その年末に録画したんですよね。そう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 。撮影できなかったから録画したものを今日持ち寄って、はい、それをみんなで鑑賞しようという回ですよね。詳しくありがとうございます。鑑賞会。まあ鑑賞会でございます。はい、でちなみにですね。一応明日生放送予定してまして、はい、鳥獣の異常なぐらいみんなで弾いちゃったんで、動画にしきれねえということなので、うん、結果発表生放送もやりたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみください。はい、さあクリちゃん行ってみましょう。はい、それではまずクリちゃんの2回弾ける6確定オールスター感謝ガチャ大晦日限定2体確定10連目。ここね、でも時間かかるよね。なんかちょっとまぶすよね。まぶすよね。緊張しますよね。まぶすよね。最近まぶすよね。やっぱり8の字ね。いいのがさ、確定って。シャッターシャッターシャッター。今言う？確定は？押す力。ないね。ない。まあここはね、出りゃいい、なんか出りゃいいやぐらいの。まあそうね。おーい。花田さんね。花田さん。あ、止まったね。や。あー、パーシーだ。パーシー。出た瞬間誰やって。パーシーは、まあ誰やって。なんだろう、新しめのキャラだし、ニュ。まだ止まった。ゲイボルグですね。ねえ、ゲイボルグね。いやね。でもおめえもっとるね。あ、持っとるんじゃと。持っとる。要は持ってない方だね。進化神化のどちらかだね。あ、スクショ撮ってる。うん、これみんなに LINE でね結果送ったらね、ゴエモンにね年明け動画撮るんで送らないでください。そんなこと言ってないじゃん。怒ってたね。そんなこと言ってないじゃん。めっちゃ怒ってた。激怒ってた。おい、待って、俺このチャンネルでも嫌なやつになる。はい、20年家入れられんのかと思って。厳しいよな。もう厳しいよ。ねえ、ゴエモンの家だわ。違う違う、リアクションをね、大切にしたいから。厳しいよな。ちょっと、おー、いい。さっきよりまぶしております。さっきよりまぶしてね。ここだから、17。限定出るから。確かに。確定ですからね。うん。このさ、一番後ろの虹色、結構ワクワクするよね。枠が出てきたやつ。虹色だったの？そう、虹色だったの。今さら？やつはその前に止まるから。お、あー、持ってない。いや、めっちゃいいよ。めちゃめちゃいい。めっちゃ嬉しかったわ。やばい。お、マイス L ですね。欲しいな。32が楽になる。楽になる。マイス EL か。おー、スピーカー。スピーカーはでもそろそろ来るよ、重心化。来るね。欲しいっすよね。結構来そうだよ。尖ってるからね。そう、キラー EL です。さあ、ここここ止まった。何、あー、月払い。おー、変よ。めっちゃいいじゃん。月払い6制限はいいね。カマちゃんが欲しかったんだ、俺は。あ、そうなの。月払いは何体目？1体目。あ、じゃあめちゃくちゃいいじゃん。めちゃくちゃいいじゃねえか。じゃあいいよ。全然いいよ。おい、めちゃくちゃいいじゃねえか。スクショもね、ちゃんとスクショ撮ってるし。あ、よかった。これめちゃくちゃいいじゃん。うん、ニュー、ニュー。ニュー。ニューで。あ、全部ニューなんだ。全部ニューや。めっちゃいいじゃない。全然当たりだな。いいな。おめでとうございます。ありがとうございます。以上、クリちゃんの大晦日限定ガチャ結果報告でした。続いてはこちら。はい。というわけで、やってまいりました。続きまして、おいちゃんの番でございます。はい。はい。おいちゃんもね、絶対引きたいよね。そう、モーセが欲しかった。おお、モーセなの？水がやっぱりね、枯渇してるから。やっぱる。やっぱる。やっぱるね。水やっぱる。水がね、水ね、ないんだよ。僕のボックスには。やっぱるね。ずっと言ってるよね。そう、深刻な水不足がずっと続いてんの。木が多いんだよね。そう、木がね、草生えるの本当に。どんだけなの枯れてんの。さあ、いやでも200あるね、素晴らしい。
基本ね、まぶさないから確かにこれもね、さーって引いちゃう。あー、まぶさないタイプね。まぶさないで、とりあえずあの、やばい、はい、尺もわかんねえから早く取んなきゃと思って、だけどまぶしてるね。めっちゃまぶしてるめちゃくちゃまぶしてるじゃないかい。や、絞ってきてる。絞ってこもってますね。はい、クリアさん。やばいくらいまぶしてる。やばいわ。どんだけ欲しい。やばいぐらい。あれ見たいかな。煩悩にまみれてましたね。記憶がおかしいな。何そのサクッと引くって1ミリもサクッとしてないの。止まった。そう、あのこれで止まってヌアザなんだよ。ヌアザ、ヌアザ比較的新しい。そうそうそう、新しい。まあ魔法人キャラだよね、確かね、うん、アンチ魔法人。そう、アンチ魔法人のキャラで、ウィンディーで、ウィンディーね、いいな。ウィンディーで3体目持ってないんだよ。まあでも、あー、周遊ね。周遊、はいはい、周遊、周遊、周遊ね。周遊初めてだね。まあでも周遊も、うん、水だし、まあ水ですね。水だし、まあこれ回復も持ってた気がするし、悪くない。まあ、ちょっと潤いましたよね。うん、まあ、ちょっとね、ちょっとね。で、これですよ、これ。あー、武蔵は、武蔵がクリスマス限定の方持ってて、一応2体目だから。めちゃくちゃいいじゃん。クリスマス限定ってだち進化しかできないよ。神化できないんだよね、あいつ。できない、神化できない。めっちゃいいじゃん。だからこれで武蔵がまあ重心化来ても両方ともできるよ。これは素晴らしいね。嬉しいやつだ。素晴らしい。ヌアザはまあまあまあ、うん、とりあえずね、あの登録しとこうと思って。とりあえずね、一回登録はしとくね。うん、で、わかる。で、はいはい、登録しましたと。まあまあまあ、まあ、次はサッと引いたんだから。10連わかんない。次はサッと引いたんですよ。フラグじゃないよ。いや、いい、うん、全然、これで眩してくれたらちょっと楽しいからね。あの、もうさっきのクライマックスの、さらにクライマックスって感じでやってくれた。で、これでこっからあ6体、3体出て、1個が限定なんだねっていうのを確認してて。あ、で、確かこの時、宅急便来たんだったか。宅急便。いやいやいや、なんで。いや、結構待ちますこれ。で、それで、あの、代わりに出てで出てもらって、で確かスッて引いたはず。ほらほらほら、引いたね。あ、しかもなんか瞬きもほぼ見ず、うん、まあ確定だからね。瞬きとかあったかな。宅急便来てテンパったんだったかな。早く来たな。で、あ、全然止まらないか。で、ここでおー、またね。はい、4体目です。わー、4体目か。草生えるんだよ。草生えてる。草が生えるんだよ。水がないのに草生える。水がなくても草生える。しかもいきなり中心化になってくれるんだ。なんで止まったんだ、逆に。確かに絶対止まんのか。ファントム、わー、ファントムは微妙よ。ファントム、なんとかして。進化させないと。草生えるイザレット全部で使えるよ。なるほどね。これですよ、これ。あら、ロービー、4体目だよ。すげーね。草すごいな。すごいな。草が生えるんだよ。超草生える。っていうのがおいちゃんでした。まあ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 ね。うん、草生えるでしょ。はい、はい、じゃあ次はこの方です。はい、ということでペバリンの端末でございます。はい、はい。で、まあ、ちょっと余談なんですけど、うん、このトップガにいる小町、うん、僕小町サブアカで引いたら出ました。あの、カンチャガチャを引いて。カンチャガチャ、そうそう、小町サブアカで引いたら出た。そう、サブアカの方で出たんで、ちょっとあの一応報告しようと思って借り物して。借り物、わざわざしてきたの。そうそうそう、そりゃそうよね。あの、いい入れられちゃうから。そうそうそう。うん、はい、早いね。まぶした。まぶす、みんなまぶすね。まぶし、まみれてるね。これはどういうまぶし方で。まあこうシュシュってあの軽く塩を振る感じで。ああ、めっちゃ溜めてる、めっちゃ溜めてる。清め、清めっていう。そうそうそう。はい。なんやろ。確定はない。ないね。早い。あれ早い。うわー、うわー、ノーパ、ノー、ノーパ。なかなかでした。これは。厳しい。パーシバルか。これも2体目ずつぐらいなんだよね。なるほど。シビウスだなー。妖精キラー持ってるけど今じゃないなー。そう、なかなかだったんすよね。これは渋め。あの金幕は渋め。ホームに戻った。一回ちょっと落ち着こうか。本当出るよなって。わかるわかる、超気持ちわかる。出るよね。気持ちめっちゃわかるよ。気持ちめっちゃわかる。なるほど。あの一回、うん、今日あれや、見て。結構動揺隠しきれない。動揺が隠しきれない。これ分かるってすごい。いや、この時の心境が分かるよね。動揺が隠しきれないの面白い。まあ次確定出るから、うん、そうね、絶対的に確定だからね。そうそうそう。
マブスだ、マブス、信じられへんぐらいマブス、緊張するがな。さっきの俺を笑えないぐらいマブス。まあこんなもんかな、まだマブス。マブスね、バタかな。やばい、乱数競争。こんだけまみれてたら怪しいぞ。うん、はい。いや、これ途中でも限定出るはずだからね、本当はね。そうなんだよね。あー、でもみんな出ない。あー、でも止まった。止まると、うわー、ベルマンジーラッテやん、やばい。そう、発言で、うん、で、この時は知らなかったけど、あの重心が発表されて、やばい。で、この時はちょっと軽く落ち込んだんですけど、今ちょっと嬉しい。そうだね、うん、めっちゃいいじゃん。からのもう一回止まった。あぬー、ナタだ、ナタ、ナタか、ナタだ、ナタだ、ナタ、ナタだ、ナタだな。どこで使うのかあんま分かんないんで、ちょっと あ、ミロック。あ、2体目ミロック、3体目です。あ、まあ全然いいですね。じゃあ進化にすべきだ ね、うん、これみんなでマルチガチャでミロック引いて、そうだね、クリスマスで引いて、うん、引いたね、こうやっててから。じゃあ神々シーンだね。あ、そう、今神々シーンにしてる、うん、そうだね、うん、いいと思います。はい、では続いては藤原が回していきます。はい、はい、で一応無課金なので、はい、もう無課金で500個集めました。あー、なるほど。まあ集めたっていうか、うん、引かなかったんですね。そうですね。で、無課金なんで多分星読んでも止まります。うん、はい。ハラハラドキドキで、僕全然まぶさないタイプなんで多分すぐ行きます。おー、潔い、潔いね。あの、さっきまでの欲にまみれ放題今とはちょっといかようにも違いますけれども。欲まみれだ、まみれすぎたか俺らは。逆にね、これでよかったらね、あの、まぶさない方が実はいいんじゃないか説あるから。あれ、でも止まらない。ああ、あ、岩投手はでもいいよ。初だったから、そう、全然使えるし。岩投手はいいよ、壁のエッセンスだし。あのね、ここ見て、分かった、うん、じゃあよく見る。これは馴染みがある。近畿18とかでも使えますからね。星5で出た瞬間、マジ誰だか分かんない。ゴーはね今ちょっとサタン出ちゃってるけど、エデンとかなんだよな。エデンはもう足りてるんだよね。そうですよね。うん、まあでも岩投手出てよかったって思ってて。そうね、岩投手よね、うん、ああ、なるほどね。結構ね、あの岩投手何気にいるんだよね、どこにでも。そう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 、意外とダメオアープって貴重だよね、うん、そういった意味では使い勝手いいなと思ったら欲しかったんだよ、うん、さあ、ここからで、2回目ですね、うん、ここよね、本番。そうね、だから藤原はね、うん、あの潔いんだよ、全部さっさ早い、みんなね、あの何か感じ取ってないんだよね、溜めるとかがね、早いね、全部潔いんです。さあ、まあ、ぶっちゃけ多分500個ぐらいあるから余裕しようと思ってるからね。もう別にと内心ね。あ、どうも、もっとさて、さて、おー、いいなー。これはね、めちゃくちゃ嬉しかった。これいい、もうね、近畿がね、辛いんじゃん。めっちゃ欲しい。辛いじゃん。9だ。あ、デネブ。いや、しかもめっちゃこれいいじゃん。デネブもあれだよ。あの、重心化だから。重心化した。しかもやば、重心化。うえ、やば。まあ、これは暗いよ。あ、え、限定じゃん。限定出たんす。うわ、この枠で限定出るんだ。はい。チンギスさん。チンギスさん。うわ、あの携帯のチンギスさん、久しぶりに見た。すごい。え、しかも、あの枠で限定なんだ。そうそうそう。すごい、神引きじゃないこれ。これめっちゃ止まると思って。マジ、うわうわ。でもね、グネはね、あ、でもグネ2体目かな、めっちゃいいじゃん、うん、進化にしとくのもありかもね。すごい、そう、最近はこっちバージョンだから多分持ってなかったのかな、うん、さあ、ゲン、止まった。うわ、メタトロン。これ2体目なんだ。いや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 、ふざけー。あれ、なんだっけ、俺、あの、感謝ガチャでやってますね。そう、藤原は、うん、あの、出てないけど、出てないけど、アンドロイドだから出れなくて、うん、外でイエーイって遠くで、俺らが苦汁を飲んだ後、うん、イエーイって言ってすげえ、飲んでも出ての合計6体、うん、そう、やばいな。何ガチャだよ。うわー、俺ね、もういいキャラが、そう、ザドキエル以外は全部持ってるんだよね。えぐっ、戦士シリーズ、うん、すごすごい、なんだそれ。
うらやましいな。すごい。中心化3体いるし。はい、では続いてはこの方です。はい、ということで宮古端末です。行きます。すぐ始まんないって思ったのに、すぐ始まっちゃった、申し訳ない。さあ変態引き、すぐ行きます。ここで、はい、まぶさない。だいぶ忙しい。基本的にまぶさない派です。ああ、潔いですね。そっちの方が手がいいんだよ。そうだよね、今藤原、あーただお前でケイちゃん、どラーですね。ラーだ。あ、ペルセポネ。ペルセポネ。いいじゃん。初めてで。ペルセポネのはいいよ。よかった。野菜女。野菜女いるな。間違ってない。アルマゲドンか。最近ね、そう、こっちの方で使えるようになったのが。いや、全然いいじゃないですか。いいです。サンテいるからね。いや、ラーもいいよ。まあ、まあ、ラー、うん。まあね。まあ、俺は前田ケージいいなと思うけど。ケージいいよね。ケージ羨ましい。はい。はい。はい、ということで、ちょっと時間を置きました。あ、間なるほど。私の変態タイムが違うと。そういうことね。今じゃねえと。そう、ちょっとなんか手応えあんまなかったなって思ったので。私の変態タイムは今ずらしました。ずらしました。それがどう出るか。どう出るか。可能性ありそうで怖いな。今やと思って引いたってことだもんな。そうね。うわただ、限定確定なんで、なんで今来るのっていうのが、ここで来たってことは手前でも来るって意味じゃなくて、いや関係ない。パーシバル、パーシバル、これがってこと。バーソロミュー、バーソロミューね。発言だったから、まあまあ割と最近キャラだよね。割と最近かわいいね。まあまだもしかしたら適正来る。まあまだね、まだもしかしたら来るかもしれないですからね。はい、終わり。でもいいじゃん、ミカエル。ミカエル二体目です。いや、めちゃくちゃいいのか。二体目です。ミカエルは欲しい。でも俺も。ミカエル。いやでも、あ、そっか、この確定も確定なのか。そうなんですよ。なるほどね。持ってるのも確定が来るっていう。一回目だったら嬉しいけど。そう、一回目だったら嬉しい。そうなんて感じなのね。そっか。こういうこともありますよ。はい。はい。ということで次はこの方です。はい、山田です。さあ、はい、すぐ始まると踏んでおりますが、山田なんか受け取りが16個ぐらいあった。あれ、なんだ受け取り、ああ、次の日に貯めてて、元旦、そうそうそう、もう報酬が終わってたから、オーブカウンターですね。そう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 。さあ出るかなと。そういうことできんの。そういうことできます。俺もやってる。貯めて、そうそうそう。できた。そう。だって31と1日で20個手に入る。そう。31に取っちゃうともったいないから。覇者とのぶら90個だもんね。そう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 。すぐ溜まる。さあ、まぶしましたと。はい、たくさんまぶした。あ、でもいい感じに、あのシンプル、シンプル、一番シンプルに、大花火じゃないですね。そう、確定もなく。はいはい。さあ、俺も今ね、何出たか覚えてないから。なるほど。ちょっとリアクションが。お、ああ、ハデス。まあ、ハデス出たのもいい。まあまあ、うん。ああ、やっと。星が出て。やっと星2体持ってるからね。ああ、松&ソシエ、そう、ソシエと松、ソシエと松、うん、まあ、持ってはいい品けど、なんかそこまでって感じの、あ、ね、あの、なんだろう、ぶっちゃけ言うと、あの、持ってる人が超少ないんじゃないかっていうキャラで、あ、レア、レアキャラ、あ、じゃあフレンドにしようかな、ある意味、こいつかなりレアだと、逆にレアなんやね、逆に持ってる人少ない説、あの人すんげー喋りたそうなんだ、ハデス24回で使えるから、出た、出た、ありがとうございます、情報、サブライキラーだね、情報ありがとうございます、だいぶ知ってる情報だった、発射のと、ハデスしかも持ってるしね、さあ、はい。これ2回目が本番ですからね。はい。うん。そう、2回目が本番やから。なんたって。今回は多分まぶしてないんじゃないかな。まぶしてないね。そう。もういいやと思って。さあ。確定なし。何が言ったかは覚えてませんと。全然ね、覚えてません。覚えてない。そう、何やったっけな。ヒミコ！そう、出た。そう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 。うわ！アンテム！やばいやばい！神君じゃん！結構出たね、そういえば。ガブリューは持ってない。ガブはこれで3体目かな。限定3体目。神化になるってことがこれじゃ。だよね。おお。こっちを持ってなかった。あ、なるほど。もう限定3体確定。めっちゃ。もうこれで。え、持って何って言ったの。おお、ジグリットからの。おお、ジグリット。
やったぜと持ってないの持ってないの持ってない素晴らしいよ来たとやべえじゃんこれ山竹いけんのやろこれで山竹適正山竹いけるもはや山竹運転じゃんやったと思って何出たあーという感じでございます数激多くない誰誰あパーシバルあパーシバルねあれなんだヘイムダルヘイムダルあヘイムダルこれそうそうそうヘイムダルも強いですよヒミコ2体目やめっちゃいいよキンキあそう欲しいでも3体いてもいいでしょ今ヘムダルヒミコは3体でヒミコは3体でやったぜと素晴らしいやったぜという神引きだなおいはいという感じでございましたはいということで最後また私の番でございます。ちょっと同期あの意味がわからないんですけれども同期をしまして、ねはい、謎の同期。でね、なんでか知らないけどね、多分だけどちょっとこれ結構長くて、あ、行きますねすぐね。うん、あ行かないね。行かないね。何があった？そうあの提供割合まず見て、あの詳細とか。最初誰か喋るかなと思ったけどちょっとこうやってカットかなカットかなこれもしかしたらわからんけどねちょっとやだら長いからちょっとカットしてほしいあえて見せるっていうのもあえて見せるはいということではい大鳥まず10連でございましたございましたございましたかっこっけそうねおそうこれ確定言ってるのよえーストライクショットっつってびっくりしろ今はい来たと思って俺だけ聞いてたからね。打ち上がりですよ。ストライク。ストライク。さあ、まただ。ゴッホですね。まあまあまあ。まあまあ、持ってないから。まあまあ。持ってない。そう。はい、続いて。え、また白今の。今のか。ぬぼこちゃんです。これは嬉しい。ぬぼこいいですね。いいね。ぬぼこ嬉しかった。ぬぼこちゃん。お初でございましたね。ぬぼこ。10連目から当たりじゃん。あのね、俺ね、だからそれで言うと、水フィーバーなのよ。水いいな、私の逆。天草これ4体目。やばなんで天草から出るんだってぐらい出て。大洪水じゃん。大洪水。決壊してる。私大洪水で、多分限定キャラで言うと多分、水だと、あの、なんだっけ、ナポレオン以外全部持ってる。はい。まぶすね。まぶすね。まぶす。不服やったよな、最初に。さあ、最後です。140連目かね。うん。さあ最後の10連でした。おうち、おうち。もうね、俺もう限定なし。怖いってずっと言ってる。限定なし。はい。今ね、はい。これね。マットハッターね。マットハッター。あとあの草のあいつね。シェラザー。違う。水属性キラーのやつ。草のやつ。ああ。名前忘れちゃった。はい、ブリギットです。ブリギット。ブリギットはこれ実は2体目です。神化にしたのかな。あ、これ神化かな。はい。神化だ。最後。お久しぶり。これはやってますね。一番つれえな。これは。ずいぶんお久しぶりに。これ限定なの。こいつ。それ限定問題あるよね。はい、ということでね、僕はこのまんまね、アグナムートが3体いるんですけれども、合成しましたね。もう、1体をくっつけようと思って。はい、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 にアグナムートくっつけますね。大成功。はい、くっつけた。どうする、艦隊が必要になる時が来るかもしれないじゃないか。もうその時は知らないよ。はい、ということで、我々はこんな結果でございました。皆さんはどんな結果でしたでしょうか。我々最遅軍団がですね、最遅結果報告をどんどんしていきますので、最遅結果報告、申し訳ございませんが、あえて最遅、今しばらくお付き合いください。はい、高評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。あと何出たとかね、ぜひ、あの星5何体出たとかね、マックスうちら6体ですかね。6体ですね。なので8体出たとかね、そんな人がいたら教えてください。いそう。はい、ということで、また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。